地で崩壊、チャンスが不明を辺野古新基地建設 11.21 集会、始めたいと思います。今日司会を務めます加藤と申します。よろしくお願いします。本日の中皆さん足を運んでいただきましてどうもありがとうございました。多くの方がチャンスがってどういう意味だろうって思ったと思うんで、その辺をまず一つもの青木さんに説明してもらってから始めたいと思います。はい、最後続くよ。地に浮かんだわけだ。うちの地でチャンスが、震度1で崩壊、チャンスが、これはどうするんだという沖縄の怒りです。震度1で壊れるんだよということで、それはどうする、すがということの意味で私たちが名付けました。つみれ辺野古、以上です。ありがとうございました。すがどうするんだと、そういうことだそうです。怒りの声です。はい、そうしましたら、昨日、沖縄では那覇高裁、福岡高裁那覇支部の方で、裁法特別関与訴訟の、高裁での結審が行われました。1日だけで結審したそうです。で、2月の3日に、判決も出るそうです。そういった感じで、どんどん裁判の方も進んでいってますので、そうですね、それに対しても注目していかなきゃいけないと思うんですが、次の条例は、昨日の集会、昨日のその交際の時の集会の時に山城さんが発したメッセージを取ったものだそうです。はい、条例の方よろしくお願いします。東京の皆さん、学習会参加の皆さん、こんにちは。沖縄から山城宏司です。ちょうどただいま、この城郭公園、那覇地方裁判所高等裁判所の隣接する公園ですが、ここで今日知事が、国との係争になっておる3度最後の激励集会を開催したことでした。それを今終わって知事を裁判所に申し上げます。音声はいつも通り、同僚の皆さんが言われたことでますが、お聞きしてください。ちょっと音声入りづらいかもしれませんが、私の大きな声で笑わさせてください。さて、関東で、首都圏で、奮闘いただいております皆さん、本当にご苦労様です。ご案内のように沖縄はもう今、政府とのつばぜり合いの真っ最中、ただ中に置かれています。県知事はじめ県民一人一人まで国との対峙を余儀なくされている、そんな状況です。でも知事がご挨拶したように、決して負けない、正義は我が方にある、県民の方にあるという決意で知事は裁判に臨みました。私たちもそのような思いで現地に立ち続けております。政府の文房はもう明らかであります。今日立石先生が詳細を明らかにされるんでしょうけど、先日の新聞にありました90メートルの負荷は70メートルしか届かない杭、20メートルは手つかずのまま、粘土の土質のまま、軟弱地盤のまま、手もつけないで、そこはもうガタガタの状態で、杭が立てて、その上に土砂をかぶせて、コンクリートをかぶせて、滑走路をするという計画のようですが、政府も認めているように、それは時間とともに沈下して、下の20メートルの軟弱地を触らないわけですから、進化していく、そういう基地を作る、そしたら時間とともに滑走路も基地全体を進化するという話です。何より、立石先生が、沖縄の地元で公表され新聞で報告したように、震度1で、瓦解が起き、震度2で崩壊をし、震度3では20メートルの近場で沈んでしまう、いやそういうところか、70メートルの砂組が倒れて20メートルとかも海底に木図のように、がれきのように崩れていくことが明らかだ、このように先生がおっしゃっています。ぜひそのことを勇気を持って、私たちはこれからのこの最後の裁判、あるいは変更申請の
教会に対する我が裁判があるでしょう。そのことは公然と戦える武器を得たように思っております。心から先生に感謝をしております。現場も勇気づいております。なかなかお会いする機会はございませんが、私ども現地現場の方からも立て先生のこの大きな大きなご指摘に感謝をし、勇気をいただいているということをお伝えしたいというふうに思っています。心からお願い申し上げます。我々はそのことを武器として戦いますが、今日も裁判ですけど、大きく私どもで期待をするのは、これはね、小野田知事が承認取り消しや撤回をしても、政府の判断は間違いじゃないと言って、国交大臣の横やりのような、執行停止や、あるいはそのことを了解する裁判所の判断で、すべて県政の判断、県民の判断はゼロベースに引き戻されてしまいました。つまり、国が正しいんだとなりました。だけど、ここまで来てですね、ここまで来て、何百地方あるかとか、70メートルの地方じゃできないと、海は90メートルあるんだ、それから下はもうほとんど手をつけられない、千葉地下があればその都度埋め戻しをしながら、滑走路を作っていくんだというような、そういう暴露が本当に許されるのか、そのような公共工事に公共工事と称する、政府が言う1兆円、沖縄県の試算では2兆5000億もかけるような公共工事を強行し続けていいのかという判断がやがて司法の場でも問われるはずです。私たちはそのことを訴えています。今回もしそのようなことをまた前のように以前のように無限な司法判断が起きて、政府の言うことに価値はない、政府が言うことは正しいんだというような一方的な判断をしようものなら、日本の司法は地に落ち、日本の司法に対する信頼度はゼロベースにゼロに戻っちゃうでしょう。そういうことはできないはずです。私たちそのことを、この間の戦いの中で、たくさんの学習の中で自信を持ちました。立石先生がそうですし、私どもがずっと尊敬している、北森田剛さんの、さまざまな彼の情報公開による資料公開などを通じて、たくさんのことを学習し、たくさんのことを勉強してまいりました。そして勇気を持っています。そのような状況の中で、それでも政府が合理を使用し、またぞろ国交大臣の暴露のような、仲持ちのような、形で政府の沖縄県の判断をなしに、あるいは裁判所を後押しするようなことがあれば、それはもう民主主義国家とも言えない、沖縄を労働する沖縄市民たちがするような政府の無謀行為だということが明らかになります。では私たちも総決起で、全国の仲間たちと手をつないで総決起で、三位一体、司法行政立法が三位一体となるような沖縄への圧殺、沖縄への迫り方を糾弾している、そういう戦いに大きな戦いに持っていこう、まあ、そのように思っています。その際はまた、そうなるかどうかそうさせないつもりでおりますが、また、どうぞ今日学習をいただく皆さん、多分そのような状況がもしかしたら来るかもしれませんが、どうぞ東京でも学習を深められて、そして政府のやろうとすることの無謀をつぶさに検討し、そして、具材として挙げながら、沖縄の側との戦いに連帯をしていってください。この戦いは、私ども常に現場で申し上げておりますが、人に辺野古の危険説の問題ではなくて、今は総体としてこの国のありよう、この国の民主主義といいますか、司法や行政や立法や、あるいは地方自治や、あるいは人権や、あるいは地方の暮らしをどうするかという議論が、交わさっているはずです。そのためにもここは私たちの暮らしの、全国の人々の暮らしの一応しました、このように思います。このコロナ禍の中ではありますが、私どももそのコロナ対策の最優先で、今ゲート前では機動隊とこうぶつかることを避けて、もう自ら機動隊が迫ってきたら立つと、機動隊に囲われたら困ったと思って立ち上がって自ら移動するという立場で、臨んでおります。全国から来る皆さんには大きなご平穏を避けて、もう自ら沖縄の土台が迫られたら立つと、機動隊の前を逃げているというふうなお叱りを受けたりもしますけど、ここはもうぜひご理解いただきたいと思います。コロナが、昨日の新聞で沖縄県も54名とか50名超える感染者が出たようです。もう全国的にも2300を超えて寒い状況ですが、我々も現場でそういう状況が来たら運動はもうなしになってしまう、運動全体をしなきゃならない、そういう状況になりかねない、その恐れの中で、それでもなお毎日、50人100人と結集してきます。その人たちを感染させないで、現場を正常で健常で、そしてコロナのない戦いを続けていく、そのことがまた県民に対する、安心というか信頼の
輪を広げて辺野古を行こうと、辺野古の皆さんは機動隊に関わりながらもコロナ感染を防ぐする最大の工夫をしながら運動しているという理解がいけば、さらなるまた後押しもいただけるかなというふうに思っております。そういう意味で私ども全国に辺野古への参加は自粛してくださいということを本当に断腸の思いで申し上げております。そういう時な不平不満も届けられております。でもぜひご理解いただいて、いつかまた晴れて全国の仲間と辺野古現地で連帯できることを祈っております。現場は辺野古から阿波に、阿波から塩川にもう拡散する一方です。昨日の木曜日から塩川行動を入れました。木曜日は毎週木曜日は塩川で行動すると。なぜなら塩川のゲートにベルトコンベアが3機据えられて、一斉に船にベルトコンベアが3機で持ち込む。そうすると今、ランプ1台1台 の積載がベルトコンベアが3台3機も動くようになれば、もう3分の1度から5分の1かなりの短縮になって、辺野古へ辺野古へと大きな怒涛のような軍団が戦団が押しかけることになるだろうということで、塩川行動も昨日から始まったところです。とにかくコロナ禍の中で人も集まりにくいところではありますけど、戦いが拡散するなら私たちも仲間たちを散らしてでも各地に行かして、そこでコロナ禍の声を上げる、そういう取り組みをしようと思っているところです。多分時間もないでしょうが結びになりますけど、沖縄の大衆運動をこの間、復帰前からそして復帰直後も沖縄政権返還後の CTS やあるいは原発を有する運動動きに加勢として完全と反対の声を上げて、沖縄大衆運動をリードしてくれた酒原誠秀さん、学校の先生でした。酒原誠秀先生が先日お亡くなりになりました。多分に、首都圏の皆さんもたくさんの皆さんがご存知だと思います。白髪、長寿を述べた池上典夫先生の言葉によれば、ライオン獅子のごとくの神を振りまたしたの酒原誠秀の面影が忘れられないとこうおっしゃっておりましたが、私たちの仲間たちがたくさん運動の中で先立っていきます。ぜひ我々もその先輩方の意思を継いでまた頑張りたいと思いますが、くれぐれも全国仲間の皆さん、首都圏の仲間の皆さん、お体を大事に、ご自愛の上で、健康を守りながらのまた長い運動の継続発展でやってほしいと願っております。どうぞ今日はこの知事歴練集会があったこの自分の講演からメッセージを送れることは当然光栄に思います。よろしく嬉しく思います。ぜひ一緒に戦ってまいりましょう。今日はありがとうございました。山城博士さんにはちょっとつながりませんが、どうもありがとうございました。新しい本当に昨日のメッセージでした。そうしましたら、私ども辺野古の海を土砂で埋めるな首都圏連絡会、それから、辺野古への基地建設を許さない実行委員会、今日は総会となっております。主催者挨拶を、沖縄と東京北部を結ぶ集い実行委員会の加藤誠さんからお願いします。今、沖縄からの報告にありましたように、沖縄元気ではコロナの中で戦いを進めています。で、本日の集会も、本来は立石先生に来ていただいて、ここで講演をしていたという予定でしたが、このコロナの状況が東京でだんだん増えてきているという中で、立石さんもちょっとそこまでリスクは負えないということで、このような現地からのズームによる講演という形になりました。で、実際にここ数日間500人を超える患者が出ているという中で、この判断は正しかったんじゃないかなという気がいたします。で、私の知人も今日は本当はここへ来る予定だったんですけども、500を超えたらちょっといけないということで、来なくなった人もいます。で、そういう中ですが、これだけ多くの方が参加していただいて、これから今山城さんの話にあったように、どのように戦いを進めていくのか、来年には、設計変更に対する県の方の回答が出ます。で、その後には必ず裁判ということになっていくと思いますが、私たち東京でどういうふうな戦いができるかということで、本日の学習会を設定いたしました。で、
建石さんの震度1で崩壊するよということについて、私は当初崩壊する前に作れないんじゃないかということを考えていました。しかしいろいろ資料を見ていきますと、作れたとしても崩壊するということが本日の立石先生の講演の中身になっていると思います。そういう意味でそうしたことに多くの税金をかけてやっていく、どんな意味があるのかということについて学習し、それを次の戦いに生かしていくということが本日の目的です。そういう意味で、そういう意味でこういうコロナの大変な中ですけれども、本日の立石先生のお話を聞き、そして質疑応答もできるそうなので、ぜひ多くの質問を出していただき、現在の状況を皆さんでみんなで確認していきたいというふうに思います。そういう形での集会になりますので、今後もこの本日の集会を含め、ウメルラルとしてもいろんな企画運動を最後に提起したいと思いますので、よろしくお願いします。それでは始めたいと思います。よろしくお願いします。では今日のメインの企画になります、新潟大学名誉教授の立石さん、辺野古調査団で、辺野古の基地は震度1で崩壊ということをおっしゃった先生のお話を、ぜひその心で聞きたいと思います。それでは始めます。よろしくお願いします。新潟大学、名誉教授となっているか立石と申します。会場ご参加の皆さん、会場にご参加の皆さん、ズームでご視聴の皆さん、こんばんは。これからですね、ご要望に応じて、震度1で崩壊ということで、辺野古の基地の問題をお話をさせていただきたいと思います。で、今日の主な内容は、この、1番から4番ですね。地震動に関わって、簡単な概要をお話をした上で、4番の微弱な地震動でも崩壊する可能性を、改めて、皆さんにお話をさせていただきたいというふうに思います。私たちは、この3月に沖縄防衛局等に調査団の質問要請書を提出をしてきました。で、以降ここにありますように1月、5月、1月、そして9月8日の声明ということで、それぞれ順次ですね、この天満飛行場の大会というふうに言っている辺野古の埋め立て工事に関する、これを科学的に、特に地質科学的に見て何が問題なのかということを指摘をし、そのことを公開をしてきたということでもあります。で、特に今日メインでお話をする震度1でもこの埋め立て地が崩落するというお話は7月2日のこの要請文に詳しく書かれているんです。必要に応じて、これらの要請書等はですね、またお送りをさせていただきたいというふうに思います。で、まず最初に辺野古周辺の地質の概要について簡単にお話をします。これは国の産業技術総合研究所、略して産総研といいます。そこで発行している地質図ですね。で、大浦湾とそれから名護、この周辺を拡大をして示しております。それぞれ、色で年代が分けられています。地層が溜まった年代ですね、それが色で分けられているわけです。で、このうちの黄色ですね、の部分は PG の
14-3 というふうに、書かれているんですけれども、これは、ここにありますように、高第三期の主申請から、前申請と呼ばれる、まあ、大きく見て2000万年ぐらい前のかなり古い時代に、海で溜まった地層です。で、その上に白抜きの部分、これが2つあります。Q1-21 っていうのと Q1-2、それぞれ SOSOL というふうにありますが、これらはここにあります数十万年前、数万年前ということで、海の堆積した地層、あるいは石灰岩、こういうものが、分布しているということですね。辺野古に、行ったことのある方は、周辺の岩石、あるいは海岸部分の岩石なども見られたことがあるかもしれません。多くは硬い岩石を成しているのは、この TG-14-3というふうに、書かれている黄色で塗色されている地層ですね。で、沖縄本島の辺野古周辺の地質の概要をここに取りまっておりますので、資料は皆さんのお手元にも配られているとは思いますが、それをまた後ほど見ていただければいいかと思います。先ほどの黄色で塗色されていた地層、これは海王と、名護市の中の海王という集落に典型的に現れているということで、その地域の地名を取って海王層というふうに呼ばれているわけです。まあ簡単に言って、先ほど言いました2000万年ぐらい前の海の地層ということになります。で、この地層自身は実は西南日本、つまり中部地方の日本列島の方の中部地方、そこから西の方に海域、太平洋に沿って延々と連なっている一連の地質帯なんですね。当時太平洋側にあった深い海溝と呼ばれる溝のところに陸側から運ばれてきて溜まった地層群ということになります。それがその後の地殻の変動でもって次々に日本列島の方に付け加わっていくということで、こういう不可帯というふうに呼ばれるということになります。それって、こういう辺野古の周辺に地震を引き起こす活断層があるかどうか、このことが、一昨年来大きな問題になってきました。辺野古の周辺ではですね、先ほどの海王層、これを覆って第4期と言われている時代の更新性、この時代の断球体積が分布しています。現代ではそれらの断球体積像も削り込んで、河川沿いあるいは海岸部に、比較的新しい時期の体積ですね、これが関心性であります。この地層が分布しています。活断層かどうか、つまり地震を起こすような活断層であるかどうかという判断は、これらの断球堆積物を切断しているかどうか、そういう事象があるかどうかで判断されます。残念ながら、この辺野古の周辺では直接断層露頭は観察できません。これはキャンプシュワブ、アメリカの米軍基地が広い範囲を収めています。その中に実はこの断層が走っているというふうに言われているわけなので、残念ながらこの断層のことを直接観察することはできない。したがって私たちの方では断層を挟んでその両側の断球堆積物が変形あるいは変異しているかどうかということを検討することによって判断しようとしているわけです。ここに書かれている核断層の調査は、辺野古断球、辺野古周辺の断球の堆積、これを調査をしてそこに変形変異があるかどうかを検討するということになります。この
文章、この辺野古断層によるという、これは、まあ、実際ですね。この地域の1960年頃の辺野古の周辺の空撮写真、飛行機を飛ばして撮影した写真があります。で、現在とはかなり様相が違います。キャンプ場は、まあ、これも右側の少し離れたところに、そして、それの西側に辺野古の集落、当時は社交街というふうに呼ばれていたわけですがあります。そして、その、手元に、麓に崖があります。で、さらにこの辺野古の海に沿って、あるいは辺野古側に沿った、こういう集落がこの崖の部分から上が段丘と呼ばれるものですね。非常に明瞭な段丘地形を表しているということがよくわかります。さて、2つ目の問題は、この埋め立て地予定地の中にですね、軟弱地盤というものが、見つかる、そしてその工事が、難航するという事態に伝わって、改めて防衛省防衛局は調査を始めるということになります。で、この辺野古岬の沖合の軟弱地盤、今黄色で土着された部分に海底面を覆って緩い砂層が分布しています。新しい時代に回った砂の層ですね。さらにこの核の部分ですね、ここには軟弱な粘土層が分布しているということが、これは防衛局の調査結果の中から明らかになってきたわけです。これらが軟弱地盤と呼ばれているというものになります。これは昨年防衛局、防衛庁が設置をした技術検討会と呼ばれる、まあ、いわゆる有識者が集めた会合です。このもともとこの有識者と呼ばれる方たちは、国土交通省出身のとか、そういうところでもともと利害関係を持っていた人たちが集まって、作られている委員で、そこでの資料ですね。で、こちらの方が陸側キャンプ場の中になります。そしてこの赤で囲まれているね、これが辺野古の基地として作られているという場所になります。で、この海側の赤いラインが護岸を建設する部分ですね。そして、先ほど少しお話をしました砂層やあるいは粘土層、軟弱なそういう砂層、粘土層、こういうものが分布する状況がその図で見て取ることができます。右側にはその年代が、まあ、およそこう書かれているんですけども、これをもう少し、特にこの点線に沿っての地層がどのように分布しているかというのを断面を次にお示しをして、右側が陸側、こちらの方がより沖合側の深い方になります。この図で、黄色で装飾されているのは緩い砂層というふうに呼んでいたものです。そして、青で示している部分が軟弱な地層ということで防衛局も認めているものになります。濃い青の部分がこの下にありますけれども、この濃い青の部分、これが私たちの判断では緩いんではない、軟弱なのではないかということになりますけれども、防衛局の方ではこれは頑張らないと、硬い地層だというふうに主張しているということになります。したがって、この軟弱地盤の改良は、これが厚さ、深さということになりますけれども、改
海底面からさらに深いところまで70メートルぐらいまでは海洋する。70メーターという根拠はそこまでしか現在世界中どこに探しても海洋の地盤を海洋できる装置がない。したがってその下は、放置をせざるを得ないという実態になるわけですね。で、この一番問題になるのはこの海側にあるこの場所ですね。ここの部分になります。ここは護岸そのものが通る場所ということになりますが、この70メートルまでは地盤高いですけれども、それよりも下は放置をしたままという、工事を強行しようということになります。少しその部分を詳しくお話をしましょう。これは大浦湾の北から南へ護岸に沿った地質の断面というふうに、あまり皆さん見られないとは思うんですけども、この黄緑があるいはオレンジの部分ですね。これは先ほど年代の話が少し出ました。恒星と呼ばれている数十万年前から200万年ぐらい前に海水を地層、黄緑の部分はさらにそれよりも古い多様層ですね。2000万年ぐらい前の地層ということになります。で、こういう比較的古くて硬い地層の上に、この、青や黄色あるいは一部分オレンジで表現されている比較的新しい時代の地層が、厚く覆っているというのがこの、大浦湾側の護岸予定地の特徴になります。そしてこの部分だけを拡大をするとこちらの方になります。この青は軟弱な粘土層ということで防衛力も認めているものです。そしてそれを覆ってくる緩い砂層、これらを地盤改良してこの上にこういう縦線の入っている護岸を建設しようというわけですね。ところが先ほども触れました、この深さ70メートルまでは改良できます。しかしその下の、防衛率でさえ軟弱な地層だと認めているこの下の方の青と、そして私たちの見方では、軟弱な地盤そのものだというふうに見ている濃い青の部分を放置したまま、こういう上に重い構造物ですねを作ろうという、工事計画になっているということになります。こういう軟弱地盤における設計施工上の課題ということではいくつかあるわけですけども、まず上に重いものを乗せますので、これによって粘土層は特にどんどん上に荷重がかかると沈下していくという、課題があります。で、特に締まりの緩い、すなわち先ほどの黄色で装飾されていた、砂の層はもう上に物を乗せるとすぐに沈下を始めてしまう。で、この砂の層は、重いものを支える力がないということになりますね。さらに、先ほどは粘土層と言いましたが、これは少し砂の層を含んでいる。その砂の含んだ粘土層というのが、液状化してしまう。砂質土層というふうに書かれています。砂質の地層というのは、さまざまな問題を抱えているということになります。じゃあ続きまして、その、断層のお話です。2017年に、この加藤先生がこの図を見てですね、この図を見られて、
これはどうもここに断層が、しかもそれは黄色で図書されている新しい地層を切っているのではないということで、断層を発散という、まあ、推定を発表されたわけです。でこれを見まして、私たち地質を専門とし、あるいは応用地質を専門としている、メンバーで、これはやはり確認が必要だということで、最初2018年、そしてそれ以降何回かにわたって現地に行って、これらの、断層の活動性、これを調査しようということで始まったのが我々調査団の活動の始まりです。このすでに辺野古断層、出久断層と呼ばれる2つの断層は、この古い地質時代の地層を切っている断層として、知られていたわけですね。でそれらの連続する箇所に深い谷地形が存在をしています。そしてこの地質断面地震はここにあります A、B、C という側線に沿って、沖縄防衛局が依頼をして、ここにどういう地下の地層が分布しているかを明らかにしたものです。この図を見て加藤先生はここに読む活断層があると。左側の図が先ほどの図ですね。問題はこの、赤で図色されているのは、数千万年前の、3000万年前の海洋層と呼ばれる硬い岩石で、黄色で図色されているもの、これは柱石と呼ばれていて、非常に軟弱な地層、本来は下の方に粘土層があり、上の方に砂層があるということになります。まあ、これらこの図では一つのものとして、柱石層ということで黄色で図色されています。その下に石灰岩、琉球層群の石灰岩、必ずしも石灰岩だけではないんです。それで、注目されるのは沖縄防衛局のこの報告地震ですね。防衛省の2000年の報告ということになります。それでもですね、自らこれ断層による落ち込みというふうに考えていたということなんですね。ところがこれが柱石層を明らかに切っているにもかかわらず、本当に今後も活動しうるような、そして地震を引き起こしうるような活断層かどうかということを調査せずに、大丈夫ということをその後言い積もっているということになります。私たちの方の調査では、先ほども触れました、なかなかこの、この辺野古北側と呼ばれている川沿い、あるいは地区が呼ばれている川沿いをですね、状態に調査することはなかなかできない。特にこの関係は、の、中を呼ばれる辺野古断層についてはですね、これをなかなか観察できないということで、衛星写真あるいは航空写真を用いて、ここの地形解析を行っています。で、3つの側線、線に沿ってですね、地形分布がどうなっているか、地形の方ですを明らかにしよう。でこちらの方の色付き、色を分けてありますけれども、これは高度によって色を分けてあるんですね。でそれを、地形の断面としては左側に3つ、断面1、断面2、断面3とあります。断面1と断面2、これで明らかなように、この辺野古尾車が、を挟んで、その東側は西の方に向かって傾き下がっています。そして尾車側を挟んで、西の方はかなり高度が高くなります。同じ形態は、このここの部分が尾車側です。それに向かってやはり地形的に緩く下がっていって、そして、
社側さんで、西の方は深くという形が見て取れます。明らかに地形に残されている、最新の変異というものはこの西側さんで西側は高まり、そして、中央部分といいます、この東側は沈んでいると、相対的に沈んでいるというふうに見ざるを得ない。地形というものはもともと最近のそういう地殻変動も反映しています。そういう新しい時期の活動の結果としてこういう地形が残っているということになります。でここからして私たちは現在最終的に判断をしているわけではありませんが、この西側にとっている辺野古断層は活断層の可能性は極めて高いというふうに見ていくわけです。で、もう一つ、この、予定地、埋め立て予定地に増る断層の可能性についてお話をします。で、もちろん、先ほどこの地域の全体の地層の分布、空間的な地層の分布を示しをしましたが、それを得るためには地下にどういう地層がどのように分布しているかということを知るための反射法、地震探査と呼ばれる方法があります。例えばこれらのライン、もっとたくさん走らせてはいるんですけども、こういうことはね、これらのラインに沿って一応得られているデータを見てみたいというふうに思います。でこれは今の上から3本目ぐらいの調査側線を呼んでいる線に沿った反射断面ですね。上の方はそのままなわけですけども、縦はこれは水深で表してあります。まあ、同じ断面を使って、こちらの方は防衛局の方の解釈です。でそこに私たちの方ではこの断面で見る限り、基本的には少なくともこの青で示しているところに断層が走っている、それ以外にも赤で線を入れているようなところに断層の可能性があるというふうに見ています。これらは当然一番、海底面に近い部分ですから、比較的新しい時代の地層で、それを切っているということで、これらは核断層ということになります。まあ、こういうふうに沖縄防衛局のデータの中にもたくさんの断層の可能性、活断層の可能性を、あるというふうに言わざるを得ないんですけども、それらを無視してきたということになります。じゃあ今日お話のメインは、この本当に微弱な地震と震度1でもこれらの埋め立て地の方が、まあ、暴落する可能性があるということなんですけども、その話に入る前に、この沖縄防衛局が示している埋め立て地の耐震設計、これは、どういう巨大な構造物を作る際にも必ず耐震設計をする、橋梁にしても、あるいは一般の空港ですね、あるいは鉄道、場合によれば大きなビルディング、こういう際にも必ず耐震設計はしなければならないということなんですけれども、この沖縄防衛局が辺野古でやっているのはレベル1の、というふうに言われている耐震設計なんですね。でその際に港湾基準、国土交通省の港湾基準というのを持ち出してきます。本来ここは空港、普天間飛行場の代替施設のあるんですから、まあ、そして滑走路2つ持つ、そういう海上に建設する空港のはずなんだけども、ここに空港の基準ではなくて港湾基準を適用しようというわけですね。でそれは米軍も了解しているからというそういう論理を出しているわけです。これは国会でもそういう答弁をで、私たちはやはり空港基準に沿ってやるべきだというふうに、まあ、思いますけれども、
仮に港湾基準でもいいと、すなわちレベル1の地震動で接近してもよいということになったとしても、このレベル1地震動が適切にじゃあ設定されているのかということを次に見たいと思いますね。でその大きな問題は、まず沖縄を襲う地震、こういう地震の中で最も重要なのはプレート境界地震なんです。東北地方太平洋地震、あるいはこれから、危惧されている南海地震、こういうものはいずれもプレート境界型の地震なんですね。で、これを無視しているということ、そして、これからお話をする震度の1から3で護岸が崩落する、崩壊してしまうということですね。まあ、これらのお話をさせていただきたいと思います。先ほど現在の設計はレベル1でやっているというふうに指摘をしました。国土交通省がこういう重要構造物を作る際に指摘をしている地震動には2つのレベルがあるんですね。レベル1とレベル2で、レベル2の地震動というのは過去の地震に関する情報、これを総合的に考慮する。そして、これら A から F までの6つの地震の中でも、この対象の空港に最大級の強さの地震動をもたらしている地震を想定するというふうに今指摘をされているわけですね。にもかかわらず、これらを実際には行わずにレベル1の地震動で判断をするというふうに防衛局は、表現しているということになります。で、そのレベル1の地震動、現在設計に用いているレベル1の地震動はこういう地震波形を持っているわけですね。で最大で、39.40ガロに達しない、40グラムに達しないということは震度4ぐらい。ただしこれもまた、こういう護岸を置いている海底面ではなくて、それの下の硬い岩盤のところ、ここでの地震動として、すなわち高圧的基盤というふうに防衛局の言うところの硬い岩盤のところでの地震動、ご承知のように、地下で起こった地震っていうのは地方空に届いてくる間に、特にそういう地震基盤あるいは高圧基盤よりも上に柔らかい新しい時代の地層が厚くあれば、そこで増幅します。兵庫県南部地震の際に、震度7で、大きく揺れた、そして崩落していった家屋があるわけです。そういうものはこういう新しい柔らかい地層の上に立っているということが決定的な意味があったわけですね。でそういうことを考えれば、硬い基盤のところで、高圧基盤のところでこういう39があるんだと、実際にこれが海底面、そしてそこに置かれている護岸と、そして海洋地盤、これが護岸の、ほぼ東西断面というふうに見ていただいていいかと思います。こちら側が深い方で、こちら側が陸側ということになりますが、この護岸の部分が、先ほども触れました、比較的上の方70メートルのところまでは地盤改良する、この格子で補足されている部分ですね。それより深い方は、これは改良しないということで放置したまま置いておく、工事を強行するということになります。そしてその下のオレンジ色の部分にこういう、震度39バルという、40バルですね、この震度を入力して、この上が持ち稼働するということを防衛局で検討する、これを、安定性調査というふうに言うわけですけれども、ここではこの C の111というふうに配分されている護岸の効果
の安定性を検討していました。で、先ほども述べました、沖縄防衛軍がこの辺野古の地域に襲い及ぶ地震動として40マグニチュード未満の地震動を推定をしました。その根拠を際に、推定する根拠として使用した地震動というのは2008年12月に発生をした、沖縄本島の北西側、北側ですね、それから北西側の2009年の2つの地震です。これらはそれぞれマグニチュードの 4.8 だとか 4.9 という地震としては決して大きくない地震を用いているわけです。でその時にこれらの辺野古のところや、あるいはここに運転港という港があるんですけど、この運転港を襲った地震動、こういうものを解析をして、そして辺野古の地域でも硬い岩盤のところで40が約2という判断をした。ところがその翌年2009年の2月、ここでですね、これここに青い線が入れてあります。これが琉球海溝と呼ばれているもので、でこちらの方が太平洋側のこれ、地形的にはさらに細かく分けているフィリピン海プレートと呼ばれていますが、そのプレートとこちらは中国大陸からの炎上であるところの陸側のプレート、この境界のところにこういう海溝があるわけですね。でそこに向かってフィリピン海プレートというのは沈み込んでいます。斜めに沈み込んでいます。でその部分で発生をしたのがプレート間地震と呼ばれる地震で、この2010年の地震は、そういう意味でプレート間地震ということになるわけですね。マグニチュード7.2、これは明らかにこちらの方が大きな地震発生するわけです。頻度もこの、太平洋側で発生する地震は沖縄本島を襲う確率が高いわけです。そういう太平洋側の地震っていうものを一切無視をして、プレート間地震を無視をしているというのが沖縄防衛局の設計ということになります。でこちらの方は平成25年に沖縄県が出した地震被害想定図ですけど、で、この図で震度の5強あるいは6が襲い得る確率っていうものを書いてあるんですね。でそれによれば当然ながら太平洋側は確率高くなるということは明らかです。こういう事実を無視して作ってるということですね。改めてこの、埋め立て予定地内の、変更する前、すなわち設計変更を現在申請をしていますけれども、その前のものと変更後の、違いですね。まあ、大きくは全く埋め立てる範囲が変わらないわけです。ただし護岸の位置が少しずつ違っています。こちらの方が現在考えているこの4月に沖縄県に対して沖縄防衛局は設計変更申請ということで出しているものの資料ですね。で先ほども同じ情報をお示しをしました。ここにありますが、一般に対する設計というのは今しかも伝わっている答えで、地震波のネット波と地震波が高さが大体200〜300m/s にそれぐらいの速度で、揺れてくる、そういう面をですね、光学的基盤というの、ここではですね、このオレンジで塗装されているものの両面、これが光学的基盤というの、でその上の球石と一体どれぐらいの厚さがあるのかということが非常に重要なんですけれども、そしてどういう形態をしているか、でこの中でここまでやってきた地震動は、ここからですね、新しい時代、若い時代の地層に入ってくると大きく、揺れが増幅します。でそれを全然推定をしていないというのが、
の配信設定の最も重要なポイントですね。でしかもその際に太平洋側からの進路を抗議しないというやり方をやってきたということになります。これは具体的に配信設定の仕方なんですけども、ここに地震度の設定、レベル1の地震度をどのように設定をするかという概念、そしてそれを若干補正する方法などが書かれているんですけども、ちょっとこの右側の図はですね、分かりにくいので、改めて、もう一つ一般的に使用されている区分を分かりやすく示すと、このここで地震、が発生をします。震源断層があります。ある断層で、岩石が破壊されて地震が発生をします。それが地表面に向かって伝わってくるわけですね。で、もうほぼ一様な硬い岩石、これが地震基盤と呼ばれているもの。この地震基盤の上に、まあこれでも少し硬いんですけども、波がどん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 伝わっていく。そして、少し触れましたが、ここにありますが、地震波の伝播速度、ここでは300から700メートルというふうになっていますが、こういうところに、まあ、200メートル、ごめんなさい、200メートルパーセカンド、こういうところに高圧基盤を設定するということも、まあ、行われるわけですね。でその上にこういうビルディングや、あるいは軽量、そして、鉄道などが建設される。でその際にはどのようにこの中で増幅していくかということをきっちり、計算をした上で設計をしていくということになります。で私たちはこの調査官として、この先ほど一番最初に触れました、こういう要請を行っているんですけども、その際にこの大浦湾の護岸というのは施工中も、それから完成した時もこの崩落する、崩壊する可能性が高いということで、ある解析ソフト、これを用いているわけですね。この解析ソフトというのは、この一般に市販されていて、そういう先ほどから出ている軽量で、鉄道で、ビルで、そういうところの斜面でこういうものが安定かどうかということを解析するための開発されたソフトです。でこれを私たちの方で、入手をして、そしてそれを用いて、解析をしてみる。で特にこの左側の図というのは重要なんですね。横軸は水平にどういう震度か、実はこれ 0.1、まあ、かなり低い地震度ということなんですけど、 0.1 でまでの各地震度ですね。で縦軸は作用体力比というのを取ってあります。で、ここの中で1よりも上になると崩落します、滑っていきます。でそれに対して1よりも下であると安定だというわけですね。でこの部分だけをちょっと拡大をしたのが右側のということになります。これは横軸が 0.011 ですから、この辺までですね、この部分を拡大したということになります。で、青と、そして、グレーと、そして赤とがあります。施工時、まあ、工事中ですね、まあ、ここです、このラインですね。で、赤は完成時です。で、グレーの点が完成時です。だけどグレーの方はこの、サンドドレーンと呼ばれるそういう、
部門を地盤を改良した、そういう部分ですね。そして赤の方は酸素コンパクションファイルという方法で地盤を改良した、そういう、まあ、ものの比較です。いずれもこういう完成時にまず崩落してしまう、すなわち作用ダイレクトで1よりも大きいの方は、赤の場合にはこれ 1.40、 先ほど硬い岩盤のところで光学的基盤というふうに言うところで39マグ設計する、その上に新しい若い時代の地層が重なっていくと、そこで増幅する、すなわち39マグよりもはるかに大きくなるわけですね。ところがここで言えばこの、わずか 1.40 あるいは 2.90、 これは震度の位置あるいは酸素というような、そういう揺れでもって崩落する可能性が高いということを、この海水ソフトの解析結果から分かっていることですね。まあ、こういうことが、私たちの、震度の位置あるいは震度の3に至るだけ、しかも工事中あるいは工事完成後も崩落する可能性があるという、まあ、ことですね。施工時では若干この、震度が、まあ、大きくならない、すなわち 0.01 です、それともね、そういう、加速度、それに相当する加速度でもってここは崩落する可能性があるという結果に、まあ、なることになります。まあ辺野古の御嶽工事はこれを現在の設計で標高すれば、施工中もそして、施工後も崩落する可能性が高い、今私たちが解析したのは C の11項でしたから、この範囲ですね、90メーターに達するぐらいまでの軟弱の地盤、まあ、仮に沖縄防衛局というように、この70メートルまでは地盤改良する、しかしその下は、まあ、放置をするいう、改良もしないで放置をする、大丈夫だというふうに主張する根拠というのは、科学的な根拠というのは一切ないわけです。でその上で、まあ、ここに作る、すなわち護岸というのはこれに沿って、まあ、ほぼ平行に作っていくわけですから、護岸そのものはこれにほぼ垂直に立てるということになりますね。これにほぼ直行する方向に護岸が走っていく、そして各断面で、こういう計算と、そして海流側があって海側に向かってこれが滑り出しているということになるわけです。まあ、時間もあるんですので、まあ、そろそろまとめにしますが、私たちの調査団で議論している中身としては、沖縄防衛局の耐震設計というのは耐震設計の基本並びに新しい知見を全く考慮せずにやっていると。で改めて調査団はこの活断層の可能性、これを同時に明らかにしたいというふうに思っていますけれども、でそのために辺野古断層を挟んだ両側での同一時代の探究の高度分布、地形的な高度分布も含めてですね、差があるかどうか、これをまあ検討するということになります。でそのために実は新しい課題が出てきました。それの一つの手がかりは実は自社側の地形台工事ですね。それが行われるということが設計変更とはまた別に出てきているわけです。でこの地形台工事のボーリング資料、実は辺野古断層を横断したルートで行われるわけですね。
この計画付け替えの計画ルートに沿ってボーリングをして地層の分布を調べるわけですけども、断層がここ数万年の間に活動していると断層を挟んだ両側で地層の分布、ボーリングで得られた地層の分布にずれが生じる。したがって私たちとしてはぜひともこのボーリング資料を解析したいというふうに思っているわけです。でこれは北上さんが出されているブログですね。ひとりさんの沖縄に、にこの付け替え工事の問題点をまとめておられました。また後でご覧いただければいいかと思うんですけども、辺野古断層っていうのはこれが本来は飛車側なんですけども、ここに辺野古断層っていうのがあります。で現在の河口は河岸下流側の部分はこういうなってるんですけども、これでいくと埋め立て地自身に大量の土砂が流入することになります。でこれを避けようということで、この青い点々で示されているところに付け替えるというわけですね。でこの付け替え、ルートに沿っていくつかのボーリングをするというわけですけども、このボーリングが辺野古の断層、これをこうまたいで位置横断するということになりますので、これに沿って行われるボーリングで北側と南側で高さが違う、断球面の高さが違うということが明らかになれば断層の活動性を議論することができるということで、ぜひともこの範囲で得られる断層についての資料を入手をしたいというふうには思っています。私たち一つの人種集団、科学者人種集団ということですけども、現実手の子で奮闘する沖縄の方々とともに、また全国各地で沖縄に心を寄せて、辺野古の建設に反対される、皆さんともにですね、この、ぜひとも停止撤回を求める運動を続けていきたいというふうに思っています。ご承知のようにこの今回4月に出され、そして沖縄県が9月末をもにですね、県民そして、国民に対して意見を求められた、計画変更に対して意見を求められた1万8000人超える人たちの意見が寄せられた。現在その、意見の整理をもとにして、沖縄県としての沖縄防衛決定の回答を出そうということで準備を進めているわけです、それに対して沖縄県の方から一応私たち沖縄辺野古調査団に対しても意見を聞きたいということで、先般新潟の方にお見いただいて意見交換をさせていただきました。私たちとしても引き続き、沖縄の方たちとともにですね、この辺の埋め立て地の持っている国民耐震設計、そして軟弱地盤、今のままではこれはもう明らかに崩落してしまうという可能性が高い中でね、このまま強行するということは許せない。しかも膨大な税金を使って結果的にはこの大浦はこれはもう世界的にも希少な自然、生態系を持ったですね、自然これを破壊してしまう結果だけが残ってしまうんではないかということで、ぜひとも皆さんの力を合わせて決して撤回を求めていきたいというふうに思っています。以上、下からのところもありましたけど、あと皆さんからのご質問をお受けをして、できる範囲でご回答したいと思います。回答したいと思います。以上です。立石先生、ありがとうございました。ちょっと難しかったんですけれども、こういうお話を本当周りの人に伝えて、これから本当に辺野古に埋め立て変更させ、設計変更させない動きを東京でますます強くさせていかない、していかないといけないなというふうに改めて思いました。本当にありがとうございました。
講演ありがとうございました。今日はプレ終わりの方でプレートのお話とかされて、それで最近起きた大きな地震を防衛局が無視をしているというお話がありました。それで私先生の今日の講演を聞くにあたって、先生もブログで書いてらっしゃるんですけど、結構な数沖縄で最近地震が起きていますよね。その辺はどうなんでしょうか。防衛局っていうのはその大きな地震を無視しているっていうのはどれぐらい、例えば沖縄で起きている一つの地震だけを無視しているのか、どの程度その無視をしているのかっていうのは先生の方では何か思われているところありますか。結構名護の方でも地震が起きてるんだなっていうのを私今回改めて思ったんですけど、いかがでしょうか。はい、すいません、そうしましたらもう一つ何か質問ある方ですかね。先生方の調査のに対する防衛局の反応っていうのはどれくらいひどいものなのか、それともちゃんと聞く耳を持っているのかというところ非常にお聞きしたい点の一つなんですが、はい、以上です。一つ目は2010年の地震というより大きな地震を無視しているという話で、その無視の程度というお話があったんだけども、この2008年と2009年の地震は、勘案してると、推定に使ってると。この時の地震は、沖縄本島の北西側と北側で発生をしたマグニチュードの4の後半。マグニチュードっていうのは地震の規模ですね。当然同じマグニチュードでも距離が遠いところでは揺れが小さくなります。でそれに対して、私が指摘をしたというかは、2010年の地震、これはマグニチュードの 7.2。 マグニチュードっていうのは、2違うこと、すなわち 7.2 っていうのとマグニチュードの 5.2、これはマグニチュードの大きさが2違いますよね。これ2が違うと実はエネルギー、地震によって放出されるエネルギーっていうのは1000倍違うんですよ。もう桁違いにマグニチュード 7.2 っていうのは大きいわけですね。これで、ヘルコと名護とを比べると、マウンテン号は名護にありますので、これを比べると当然太平洋側で発生をした2010年の地震というのは距離的には名護よりもはるかに辺野古の方に近いわけです。そのまま大きな地震動が伝わってくる、辺野古の方には伝わってくるということになります。一方でマグニチュード 4.、何歩ということはもうそれこそ、3000倍ぐらいエネルギーが違うんですけど、その小さな地震動、これは名護の方にはやや大きくなって辺野古にははるかに遠いのでより小さくなる、こういうその比較の仕方をしてね、やっているというのが、この防衛局のやり方ということですね。で先ほど沖縄県の、図を示しました。沖縄本島東北地震による震度分布というのがあると思うんですけども、この辺野古の周辺は震度の6弱から6強が襲いうるということですね。これは沖縄県地震が沖縄県におけるさまざまな地域における地震動、どういう規模のものが襲いうるかということを示したものです。でそういう沖縄県がすでに出している資料も無視をしているということが明らかですね。
こういう辺野古の周辺、この震度でいう、震度とマグニチュード、規模とは違うんですけども、震度はその場所における揺れの大きさですね。揺れの大きさで、設計に用いた、しかもその設計というのは、硬い岩盤での揺れの大きさ、光学的基盤と呼んでいる、そこでの揺れの大きさ、その上で柔らかい地層、その中で増幅を地震動はしてしまうわけですね。仮に設計している時に、硬いところで40ガルというものを今用いているわけですけども、これは、柔らかい地震地層の中に入っていくと増幅して、それこそ地震動でいうと、その上にあるものは地震震度の6強6弱というのが、十分に襲いうるということです。で、そういうものを一切考慮してないということで、無視の程度というか、この2010年の地震とか太平洋側の地震動、そしてこの地震の基本的な捉え方、すなわち硬い岩盤の上に柔らかい地層を乗っていると、その柔らかい地層の中で地震動は増幅してより大きくなる、こういう基本をですね、全く考慮していないというのが、防衛局の耐震設計の基本的な問題だというふうに今思っているわけです。続きまして2つ目の、私たちの要請や質問に対する防衛局の反応という、ことです。3月2日に私たちが最初に、この沖縄防衛局に訪問をして、そして、質問状を提出したわけですね。従来こういう専門的な質問というのは、あまりその取り上げてこなかったということもあって、防衛局としては急遽、私たちの質問をですね、紹介をした技術検討会に諮ります。で、それが第5回、3月にですね、一度開くんですよ。3月に開いた技術検討会で、そこで私たちが提出した質問に対していくつか検討します。で、しかしその検討の内容についてですね、直接私たちに回答してきたわけではありません。取材に応じられたメディアの方たちに対して、議事録を見通しというような、形で、逃げたわけですね。で、それ以降、先ほど一番最初に示しましたように、何回かにわたって再質問、あるいは、要請を行ったわけだけども、これについてはもう基本的に答えられない、という態度で臨んできました。ただ、私たちの質問とか要請は、国会議員の方たちにも同じ資料をですね、お送りして、ここに問題があるということをお伝えをしていましたし、メディアにもずっと公表してきましたので、メディアで取り上げたり、あるいは、この国会での質問等にも聞かせていただいたわけです。で、ただ先ほど述べました、耐震設計の問題、これについてはまだ国会での追及、あるいは野党の人たちの沖縄防衛局、あるいは国土交通省を呼んでのヒアリングは不十分だというふうに私はまだ思っています。で、私たちの、疑問や質問に対する、取り組みとして、こういう国会の議員の人たちとの連携、地元の人たちとの連携、そして、科学者集団全体として、こういう問題をどういうふうに捉えていくのかというようなことですね。基本になるのは沖縄の人たちと、それから、皆さんのように、こちらの方で、東京の方で、あるいは大阪で、頑張ろうというね、人
人たちの連携をどう深めていくかということにかかっているというふうに私は思っています。防衛局はやはりこういう具体的に科学的に指摘されると答えようがないというのが現実ではないでしょうか。以上、まあ、ちょっと回答にはなってないけれども私からのお答えといたします。ありがとうございます。私との質問はですね、この海中に土砂を投下した後、まあ凝固剤何するか知りませんが地盤を作るということなんでしょうかと、こんな圧倒的なボリュームのあるところでですね、だ地盤が作れるのでしょうか。ちょっと私はなんか圧倒的なボリュームなんで無理なんじゃないかって気もするんですけどね。それが質問です。ご質問がよく聞こえなかったんですよ。土砂の量が圧倒的な量になるんですけれども大丈夫なんでしょうかっていう素朴な質問なんですが、そんなんでな地盤が本当にできるのか、地盤が本当にできるのかっていう、よくできるのか、何がですか。もう一度お願いします。もしもし、じゃあもう一回質問します。圧倒的なですね、このボリュームがありますね、埋めるわけですから70メーター、90メーター、まあ70メーターまでですか。で、そういうのに本当に地盤というのがその海洋凝固剤なんかで作れるのでしょうかというのが私の質問です。また失礼な答えになるかもしれませんが、まあ、先ほど触れましたように、この地域の、埋め立て地の護岸、これは震度の1、すなわちもう本当に小さな揺れですね、これでも完成してすぐに、まあ、崩落してしまう、あるいは、まあ、あの震度の、まあ、極めて小さな段階で工事中も壊れる、これは実際にはこの地域は、まあ、ほぼ常時と言ってもいいぐらい毎年のように震度の2、3っていうようなレベルの地震動がね、まあ、発生をしているわけです。それがこの埋め立て地を、襲うということになると、仮に今予定をしている護岸の地域に大きな軽村を下ろす、そしてその軽村の後ろが背後側に、盛り土等を入れる、もうそういうことをやるだけで、もう小さな地震動で滑ってしまうということですよ。だから工事が完成するなんていうよりも工事の期間中に壊れてしまうということですね。だからこの工事やること自身が非常に無謀だ、まあ、これはもうちょっと科学的な見地から離れますけども、彼らにとってはですね、工事が完成するとか、うまくいくとかが目標ではなくて、工事をすることに意味があるんです。現在のその防衛局等のやり方を見てると、ここを完成させようなんて思ってるとは思えない。もう明らかにこれは崩落するというふうに、それをいや崩落しませんというふうに科学的な根拠を示せないわけですよ。ただ工事は、安全だからやりますというふうに、まあ、主張しているだけのことですね。この、まあ、それこそそういう工事のずさんさというのはね、まあ、ちょっと目に余るというふうには思っています。ちょっと回答不十分かもしれませんが以上です、ね、ありがとうございました。仕事が無理だということが発見していただけてとても力
強くお願いします。これから、はい、報道提供をさせていただきます。上川と片柳沖縄モアイ練馬の横山さんから報道提供をお願いします。本日はコロナ禍はですね、またこう爆発的な広がりを見せている中でお集まりいただきまして、このような形で、集会が成功させたことに関して参加者の皆さんに改めて御礼を申し上げたいというふうに思います。実はやっぱり今年になってですね、私たちも、辺野古の土砂が投入されたのが2年前の12月というか、まもなく2周年を迎えるわけですけれども、この土砂を導入を開始するということを受けてですね、この辺野古の土砂を取るような証券連絡会議を作りまして、活動を続けてまいりました。で、今年度に入ってご案内のように、そのコロナ禍の中ですね、非常にさまざまな、私たちの、社会運動というか大衆運動がやりにくくなっている、非常に厳しい環境下におきまして、その中でですね、沖縄県地震でも感染が広がる中で県が大変な思いをしているところに、沖縄防衛局がですね、政権変更のですね、申請をですね、4月に行ったわけです。でそれを受けまして、私たち大変厳しい中でありましたけれども、この、沖縄防衛局の政権変更申請、今日の先生のお話にもありました、大変めちゃくちゃな内容です。これに関して、7月12日にですね、やはりリモートの形を採用しまして、北上田さんに対する北上田さんのご講演いただき、で本日の、講演になったわけです。おかげさまで私たちが広く呼びかけました、意見書はですね、全国から19,000人及ぶ意見書が県の方に寄せられたということであります。今後その県の不承認ということが大きな課題になってくるわけですけれども、それを後押しするような形でですね、厳しい状況でありますけれども、さまざまな形で工夫して行動を進めてまいりたいというふうに思っています。一つはつぶさに検討してやっぱり沖縄との連帯を深めようということで、冒頭の山城さんの方の挨拶にもございましたけれども、問題はこの国のありようをですね、と戦いでもありますので、一層ですね、やっぱり皆さんと力を結集して、さまざまな工夫を重ねながら、この辺野古の工事をですね、ストップする、断念させるという戦いを強めていかなければならないと思います。先ほど12月14日、ちょうど土砂の埋め立てが始まって、2年を迎えるということで、本日の主催者の、一員でもあります、辺野古への基地建設を許さない実行委員会、辺野古室ですね、こちらの方では12月の14日、2周年を前にして、官邸前での、行動を、抗議行動をやろうということもすでに呼びかけられております。こういう形で、この問題、まだまだ知られてないし、今先生がおっしゃったようにですね、できるかできないかの問題じゃなくて、要するに工事を永遠に続けるという、それが目的で、それが利権を生みながら税金を、湯水のごとく投じするという、もう歪んだ政治が進んでおりますので、これを絶対やっぱり私たちの手で食い止めていかなきゃならない。チャンスだと言っていただけじゃ、あいつは引っ込まないと思いますので、あいつの顔が真っ青になるようなですね、戦いを、これからも全国で、沖縄で、連帯してですね、繰り広げていきたいと思います。簡単でありますけれども、本日の、集会を終えるにあたって、行動提起とさせていただきたいと思います。なお、最後にちょっと、集会主催者の方からお願いがございますので、よろしくお願いします。はい、これからいろいろな場で、防衛省前とか、12月の14日のホームでの時とかに、こちらのチラシを使ってみんなでアピールをしたいと思います。考えておったんですが、先生のお話を聞いてちょっとうつつにしました。私がボンボン言いましたら、大きな声でなくても結構ですので、その言葉を繰り返していただいて、その後に私がチャースがと言ったら、皆さんもチャースがと、言っていただくと、じゃあ一つ目いきます。震度1で新基地崩壊。震度1で新基地チャスガチャスガ軟弱地盤に活断層軟弱地盤に活断層チャスガチャスガ
護岸の下に活断層、護岸の下に活断層、春日無謀な工事今すぐ中止、無謀な工事今すぐ中止、春日辺野古新基地絶対反対、辺野古新基地絶対反対、春日ありがとうございました。